1977年の二見川丘駅と周囲約500メートル範囲。下が網走方面。周囲は網走湖畔に開かれた網走刑務所管轄の一般人の立ち入りが制限された二見川丘農場であり、駅はその真ん中にあって駅前の区画だけにわずかな民家があった。下方左下へ向かう道路の先に農場の作業官舎がある。 駅はかなり早い時点で無人化されていて、駅舎は小さな待合室に変えられている。島上の短式ホームで、かつては駅舎のあった側に貨物船を有していたが、すでに痕跡すらほとんどない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成二見川岡駅は、かつて、 北海道網走市麻布富川丘に設置されていた日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号は不を、有毛線の廃線に伴い、1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在し、点鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、 友人駅時代の駅舎は撤去されたが、ホーム南側に待合所を有していた。当駅が所在した地名より、地名は、当地から網走ことのトロッコの双方が一望できる地であることに由来する雑草地の中に位置した。2011年時点では、鉄道関連の意向は何も残っていない。当駅跡付近の線路跡は、北海道道1線87号網走。 ところ自転車道線として自転車歩行者専用道路に再利用されていた。ありがとうございます。